I see the sun shining down on this place. I know my day begins with someone in my bed. There's nothing special, nothing sweet I feel for you. I don't even know your name, and I just feel what my eyes can see. I don't care nothing, I don't care nothing. The time goes by, you may come back around. If it's your destiny, somehow you'll stay with me. ここ、携帯の電波入らないよ。ああ、そうみたいですね。松浦です。今日仕事できたんですけど。え？そっちも？担当の人じゃなくて？ああ、そちらも？俺は寺田虎彦。富次郎さんの紹介できたんですけれど。え？そっちも？じゃあ2丁目つながりとかだよね。ああ、そうですね。寺田さんも？じゃあ堅苦しいのはなしで、虎彦で。ああ、そうですね。僕は海地です。海地？珍しい名前だね。バーとかでは一って呼ばれてるんで、それで一ね。よろしく。よろしく。他にも人が来るって聞いてなかった。こっちも当日仕事の指示する人が来るからって。それ以外には何も。知り合いが人手が足りないから、簡単なバイトだからって富次郎さんが。そっか、自分もそれ以上は聞いてなくて。じゃあもう少ししたら担当の人が来るのかもね。待ってみますか。そうだね。ところで富次郎さんとはどういう知り合い？ああ、少し前に付き合い始めた彼氏で。え？そうなの？ほんと、まだ知り合って間もないんだけど。へえ、そうなんだ。どうかした？いや、別になんでもない。虎彦君は？ああ、富次郎さんと？うん。ああ、仲のいい飲み友達。そうなんだ。まだ彼の交友関係よく知らなくて。改めてよろしく。あー、こちらこそよろしく。虎彦君は2丁目でどこに飲みに行くの？あたるさんの店はわかる？あー、よく行くよ。会ったことないね。そうだね。あとイベントでたまに歌ったりとか。そうなんだ。じゃあ何かのイベントで一緒になったりしてるかもね。いちくんもイベント出たりしてるんだ。 DJ やったり、今度ダンサーでも出る予定なんだけど。へえ、いろいろやってるんだね。ダンスは元彼に半ば強引にね。元彼と踊るの？うん。でも富次郎さんが元彼と踊るの反対してて保留にしちゃった。何？のろけ？いや、そうじゃないから。あ、虎彦くんこそどこかのバーで働いてるの？ああ、2丁目のイベントで歌うって言ってたから。なんとなく。よく言われるけど、普段はマッサージの仕事してるよ。ああ、そうなんだ。抜きありのやつじゃなくて、女性も来るマッサージね。ああ、そっかそっか。その反応だと勘違いしたでしょ。ああ、ごめん、一瞬勘違いしちゃった。いちくんは？僕は普段は事務方のサラリーマンだから肩こりがひどくて。じゃあ俺が勤めてるマッサージ店後で教えるね。サービスしてね。抜き以外なら？もちろん。
それにしても指定された時間過ぎてるのに担当の人来ないね。そうだね、ここだと電波入らないし、一度地上に出て待ってみる？それがいいかも。じゃあそうしよう。あれ？どうしたんだろう。どうした？なんでかわかんないけどドアが開かない。来た時開けっぱなしだったし、そんなはずないでしょ。開かない。私と願いない。